日本新潟県新潟市中央区小町城大川、前通城大川前通りは、新潟市中央区の市道、またはその沿道の町名。現行行政地名は上大川前通り一番町から、上大川前通り十二番町。住居表示は、未知し域。郵便番号は951-8068。百七十二年から現在までの町名で、 新潟町の町域改変により、大川前通りから解消。大川とは、信濃川のこと。信濃川河口付近左岸、本町通の東側を並行するように南北へ走る。通りは上手の白山神社側を起点に1番町から12番町まであり、2番町から11番町まで下方向への一方通行となっている。元は、信濃川沿いにあり、単に、 大川前通りと呼ばれていた。通りに直行する道路は、工事と呼ばれる。交差する工事については、外部リンクの通りと工事の一覧、もしくは本町通交差する、工事の項を参照。昭和3年に、新潟町がこの地に移転した際に整備された通りで、移転前の大川端通りにあたる。江戸時代の通りは、 住人の商いによって区分されていた。例えば、川から上がった材木を取引することが許された材木町は、上市の町から下市の町といった具合である。移転後すぐに、店が立ち並び、表棚と呼ばれていた一本西の本町2に対し、遅れて整備が進んだ、大川前通りは多門と呼ばれた。新潟町は、 信濃川の土砂堆積による川岸の移動によって移転した経緯があったが移転後も変わらず土砂流入は続いていた。江戸時代中期になると町の東に大きな島が次々にできた。島と町のにはわずかな流路が残り堀と川を結ぶ水路して使われた。この水路は大川前通りが多門と呼ばれていたことから多門川と名付けられた。やがて島にできた町は 市街地と一体化していき、大川前通りは上大川前通り、島の東端は下大川前通りと呼ばれるようになった。通りの町名は統一されていなかったが、明治5年10月に上手から投資番号が振られた。かつては7番町から8番町にかけて、新潟証券取引所、新潟中央銀行本店等が立地し、商工会議所や都市銀行の支店が立ち並ぶ。 新潟経済の中心地であった。2018年1月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。